DJ モンの1 minute game show。 今回ご紹介するのはブラックバード。ブラックバード、あの名作ムーンの開発に携わった木村義郎率いるオニオンゲームズより10月18日に任天堂スイッチにて発売。オニオンゲームズはアプリ勇者山田くんやミリオンオニオンホテルを発売しており、どちらも不思議な不思議な雰囲気を醸し出しております。今回のブラックバードは弾幕割りシューティング。不幸な少女が死後幸せの黒い鳥に生まれ変わり人々を食べていく。黒い鳥となった少女は人を撃つと出てくる宝石を食べて成長していく。左右どちらにも進めるマップの道中にある AA タレット的な何かを全部倒してボスを出現させてクリアを目指そう。コンボもあり、コンボ最大でボムを使いたくさん敵を巻き込むと超高得点。クリアだけでなく高得点狙いランキング上位を目指すのだ。 BGM に合わせる敵が出てくるので聞いて見て楽しい。隠されている壺から出てくる虫はボム追加 HP アップスピードアップのどれかなのでゲットだ。音楽よし、グラフィックよし、唯一言いたいことはゲーム本編の長さ。もっともっとこの世界を楽しませてよ。人のハミングを歌にし語りかけてくるような曲、美麗でありつつも悲しげなグラフィック、まるで夢の中にいる気持ちにさせてくれます。運気ゲー好きな私としてはたまらん。現在任天堂スイッチにてキュッパにて発売中。とりあえず買え。 Steam 版待ってますぜ。